ナンバーアンダーバーアイ、ナンバーアイの神宮寺勇太、26が3日までにインスタグラムを更新。平野翔、26とシンガポールを楽しむショットを公開したが、フォロワーからは心配の声が寄せられた。神宮寺は、シンガポールに紫光と行ってきました、久しぶりの海外楽しかったので写真載せていくね、と報告し、平野と二人で観光する様子や食事を楽しむショットを投稿。フォロワーは、見てるこっちまで一緒に行った気になれる素敵な写真。二人の旅の思い出が見れてとっても嬉しい。写真ありがとう、などの声を寄せた。一方、飲食店でのショットでは、カニを使ったと見られる料理に喜ぶ二人が写っており、フォロワーからは、紫光くん確かカニアレルギーなはず。紫光くん、カニアレルギーじゃなかった。ジンキミだけで食べたのかな、といった心配の声も寄せられた。